会社がずっといるね。ということで、熊騒動が最近続いている宝石山、世間様では片石山っていうんでしょうかね。こちら面だとちょっと騒がしいんで、西側の方に回ってちょろっと登ってこようかなと思いますよ。それでは、これもう23年だからこっち側やっぱりノーマークですね。それでは宝石山、まずは西峰アタックします。ここら辺一帯どんぐりこそこう落ちてますけども、足跡として残ってるのは鹿ぐらいなもんで、やっぱり豊平川の取材陣が集まってる石山側って言った方がいいんですかね、そっち側の岸に熊が出てるんでしょうね。笹刈りをしたのがこの辺ですね。まあまあ、破っちゃやる。宝石山西峰ゴー。こっちは整備がしっかりされてて歩きやすいですよ。この様子だと熊、山自体には登ってないんだろうね。河川敷をひたすら川沿いと白井川の間うろうろって感じじゃないかな。急だもんね、ここめんどくせんだろ、クマも。宝石山、本舗、ゴール。いつの間にかできてますね。まだ麓では報道陣が雲をかけてるのかな、変な刺激されてなければいいんですけどね。よし、戻りますか。一度過去に失敗したパターンなんですけども、なんせ足元がちょっとこんな細い感じで岩ゴツゴツしてるんで、下をついつい見てるとこの西峰ルートの方にまっすぐ行っちゃって、あれあれなんて感じになることあります。看板がね、これとこれと、そして向こう側にも下段ということでこんな感じでありますんで、こう見落とさないように線上げてくださいよ。私は西峰で戻るんでこちら行きますけどね。
りあえず西側から登って見た範囲ではあの辺は熊の形跡ありませんね。おっ、なんかまたいっぱいカメラ増えたぞ。いるわけじゃねえんだろうな、この人たちは。野獣馬か、この人も見てんな。まあまあまあ、とりあえずね、地元ですから早いとこ静かな日常に戻ってくれるといいんですが。それではまた、どっかの山で。いよー。